はい、こんにちは。今回はガゼルパンチやドラゴンフィッシュブローなど漫画の必殺パンチが使われたシーンを紹介いたします。元世界ヘビー級王者のフロイド・パターソンはヘビー級としては小柄でしたが、パンチの切れ味は抜群で、特にガゼルパンチと呼ばれた必殺パンチで KO の山を築きました。1956年11月、フロイド・パターソンは世界ヘビー級王座決定戦で歴代最多 KO を誇るアーチ・ムーアと戦いました。フロイド・パターソンはマイク・タイソン同様、カス・ダマトの下でボクシングを学びましたので、ピーカブースタイルで構え、強打のムーアのパンチをガードしながら鋭いパンチを放ちました。そして迎えた第5ラウンド、パターソンの強烈なガゼルパンチが炸裂し、世界王座を体感しました。世界王座に就いたパターソンですが、1959年6月にインゲマル・ヨハンソンに KO され、世界王座から陥落し、1年後の1960年6月、王者ヨハンソンと再び相まみえました。迎えた第5ラウンド、ヨハンソンの左ジャブをかがんで避け、そこから伸び上がってガゼルパンチを見舞いしました。ヨハンソンは起き上がりましたが、パターソンは再度ガゼルパンチをヒットさせ、王者を失神させました。パターソンと同じくカスダマトからボクシングを学んだマイク・タイソンはデビューして間もない頃からガゼルパンチを使い、ノックアウトを量産していきました。Good night.What a great shot. デビューからちょうど1年経ち、自分よりはるかに大きなスティーブ・ゾースキーと戦いましたが、序盤から圧倒し、第3ラウンドに思いっきり飛び込んでガゼルパンチを放ちました。1986年6月、デビューから1年3ヶ月のタイソンは身長191センチと自分より10センチ以上も背が高いレジー・グロスと戦いました。初回、小柄なタイソンは頭を振ってどんどん中に入り、接近戦に持ち込み、強いパンチを上下に打ち分け追い詰めていきました。追い込まれたグロスは苦し紛れにパンチを20発ほど打ってきましたが、タイソンは全てのパンチをかわし、ガゼルパンチ一発で倒しました。その後タイソンは世界王座につき、WBA、WBC、IBF の世界王座を統一し、1989年7月にカール・ウィリアムスと戦いました。カール・ウィリアムスも身長が193センチ、リーチが215センチとタイソンよりはるかに大きく、鋭いジャブで軽快にスタートを切り、距離を取ろうとしましたが、初回タイソンは早くも
ウィリアムスのジャブを見切り、ガゼルパンチを繰り出し、ノックアウトしました。ハイソンダウン。1ラウンド1分20秒。カール・ウィリアムス、目もうつろ。足がふらついている。ちょっと首を振った。あーっと試合を止めた。1ラウンドノックアウトマッチ。1ラウンドノックアウトマッチ。タイソン、これでまた連勝記録、そして KO 記録を伸ばしました。エンカウントを取りまして、KO 勝ちであります。マイク・タイソン、6度目の防衛に成功いたしました。これで全て KO 勝ちで防衛に成功。デビュー以来の連勝記録を37。史上初の世界5階級制覇を達成したトーマス・ハーンズは、身長185センチ、リーチ203センチという恵まれた体格を生かし、左腕をだらりと下げたヒットマンスタイルから、フリッカージャブやマシンガンのように繰り出す高速連打で、デビューから KO の山を築きました。ハーンズの相手は近づくことができず、長距離から一方的に強打を浴び続けるので、多くの対戦者は絶望を感じながらノックアウトされていきました。1980年8月にハーンズは28戦全勝 26KO の戦績を引っ提げて、ピピノ・クエバフの持つ WBA 世界ウェルター級王座に挑戦したのですが、11度防衛中の世界王者をわずか2ラウンドで簡単に KO しました。ハーンズに一方的に KO されたクエバフの陣営は、ボクシングに身長制限もつけるべきだとコメントしたのですが、それほどハーンズは怪物並みに圧倒的に強かったのです。初めの一歩のキャラクター真柴亮のモデルでもあるハーンズは、その後どんどん階級を上げていき、フリッカージャブやチョッピングライトを武器に4階級を制覇し、1988年11月に5階級制覇を目論んで、ジェームス・キンチェンと WBO 世界スーパーミドル級王座決定戦を行いました。ハーンズは初回から2メートルを超えるリーチを生かしたフリッカージャブでキンチェンを切り裂き、時にはチョッピングライトも放ち、ペースを握りました。キンチェンはハーンズよりリーチが20センチ以上短いため、何とかして中に入ろうとしますが、2メートルを超えるフリッカージャブは非常に厄介で、中に入ることが困難でした。しかし50歳のキャリアを誇るキンチェンはボディ攻撃を織り交ぜて中に入り、ハーンズの視線を下に下げさせ、外側から大きな弧を描いた右フックをヒットさせ、ヒットマンからダウンを奪いました。これまで世界タイトルに縁がなかったキンチェンは、木村達也が真柴亮からダウンを奪った必殺パンチドラゴンフィッシュブローで形勢を逆転し、猛攻撃を敢行しました。ダウンを喫したハーンズですが、4階級を制覇し、多くの強敵と戦っただけあり、得意のフリッカージャブで劣勢から立て直し、試合は
判定決着になりました。